J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はねハイコードの練習をしたいと思います。一緒にやってみてください。ハイコードですね、こう全部ハイコードの曲で練習します。ハイコードとあとはカット、こんな感じで、カットとあとはブラッシングといってね、押さえないでこう音を出す、この3つですね。ハイコードとカッティングとブラッシング、この練習をしたいと思います。題材はね、ぴったりの曲ありました。ちょっとね昔懐かしい曲ですが、フルイドのサナエちゃんという曲ですね。これをハイコードだけでできますので、これをやってみたいと思います。コードはねハイコード 5フレットのコードですね。 F からずっといって5フレット、 A のハイコード、そこから2フレット上がって7フレットで B マイナー、そこから D ですね、ここ D です。7、8、9、10、1010までいくんですが、これちょっと僕指が太い人はこの、5フレットのこのね、こっちが薬指で3弦2、3、4を押します。これかこういう感じの押さえ方もありますね。今コードが出てると思いますけれど、これですね。普通だいたいね、薬指でこう3本押す、これです。そして Am、 これが A メロになります。 A メロになって今度は、最後ねもう会えないのとこは F です。A になります。もう会えない、ね、そこから F、G、A ときます。こんな感じですね。なんかできそうな感じもするんですけどね。ガーチョかね、音が出なくてもこのね、出なくてもこのカットでね、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じでやればいいと思うんですけどね。 A メロの繰り返しで、あとはあの F と A、 F と A と、そこから F、G、A になります。まず A メロですね。弾き方はこんな感じですね。 A マイナー弾いてでカットします。こんな感じで弾いていきます。このねカットするときにはこのね、この手のひらの親指の甲を使います。そしてコードチェンジして B マイナーで、今度は D ですね。難しかったらこう押さえていって抜いて押さえていって、このカットした時に、ミュートした時には抜いて、力入れて抜く、力入れて抜く、力入れて抜く、こんな感じですね。であと A マイナー、こんな感じでやってみたらいかがでしょうかね。どうでしょうか、ちょっと少しやってみましょうかね。ですか、入る時のブラッシングですね。こんな感じでリズムを作っておいて、あ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、イントロが A です。ここで、サナエちゃんの2番以降はサナエちゃんの名前をヨシコちゃんとかいろいろ変えてやるわけですね。どうでしょうか、できますでしょうか、ね、できる感じがするでしょ。でもしこう押さえて音が出なかったらこのねカッティングでごまかすと、ここのカッティングのどれだけ力入れて、わかりますかね、このカッティングの前のこの最初だけ力入れて、あとカッティングの時は力抜いても結構です。音がいいですか、入れる、入れる、抜く、入れる、抜く。なんかここでこう、ここだけ音が鳴ればよかったですね。あとはこう、カッティングだから音が鳴ってもいいです。こんな感じですね。
こんな感じでやったらいかがでしょうかね。どうでしょうか。はい、それではリズムで一緒にやってみたいと思います。片方にリズム、片方にギターがやってますので、これでね、リズムだけ聞きたい方はギターを切って練習してみてください。いきますね。はい、さなえちゃん、いきます。ワンツーワンツースリー、イントロですね。メロからね。はい、はい、どうでしょうかね。できそうですかね。できない場合は何回も何回も繰り返してね、リズムだけとかギターだけとかで練習してみてください。今回はさなえちゃんという感じでね、全部ハイコード、制覇と、カッティングと、あとはブラッシングを練習しました。これを練習しておくとね、ちょっとかっこいいですよね。ハイ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーで入ってきます。結構ね、比較的簡単な感じの A と B と D で A マイナー、あと F、G、A と、これで、ハイコードをねマスターして、制覇をマスターしてもらったらいいと思います。いかがでしょうかね。もしよかったらね、グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。 J チャンネルでした。ではまた。